はい、またはい、もう全く何も変わってないですね。ヤクルトがジャイアンツになったりジャイアンツがヤクルトになったりしない？くだらねえな。はい、はい、っていうようなね、はい、ごめんなさい、また怒られちゃう、こんな話ばっかしてるとね。またね、ろくでもない話ばっかり。先日、はい、まあ、コメント欄の方にあっちくんに戦ってほしい、あ、はいはい、書いてくださいなんですけど、はいはい、やりましたけど、まあ、いろいろとこう、ね、コメント欄で書いていただいた方いらっしゃいますので、そうそうそう、誰とやってほしいんだろう、世間はどんな風に思ってるんだろうっていう、ちょっと、うん、こうユーザー名とかは公表しませんけども、はい、まあ、見たら分かっちゃうんだけど、はい、ちょっとコメントだけ、はい、発表を、はい、していきたいと思います。何ぐらい終わったの選手？いや、なんかいっぱい出てます。あ、そう、はい、まず、木村稔と総合でっていうのがありました。いや、もういいよ、触れちゃダメなんだよ、彼は。我らが青木パイセンはあれだな、髪の毛かなんかで、そうです、で、で名前出されてたよ。そう、直前に練習してラジエっつって、これこれ一緒にどこどこ行こうって、なんすか、なんでなんでっつったら、この後髪の毛で木村稔対談なんだよ、ラジ行こうって行かないですよって言って、言った話がそのまま記事みたいになってましたね。最高じゃん。八千さんはいいやつだけど面白くないってなんでそこで俺悪口言うの。青木さんの、ね、ツイッターかなんかの、ね、いいやつだけど面白くない。やっぱり、堀江選手、あ、堀江君ね、上がってますね、はい、堀江倒してまずは国内最強の名を取り戻そう。そうですね、今彼がね、現状1位と目されてた武田君に勝った、カーライルに勝った堀江君ということで、うん、やっぱり新しいもの好きじゃないですか、まあ、うん、まあまあね、だからその期待する気持ちは分かるし、そうだね、 iPhone もやっぱ新しい、そう、新しい方がいいじゃん。あれ、そういえば iPhone の CM 出てました？出てないじゃん。カメラ撮ってるんですよね。それすげえ言われるんだよ。まあ戦うのもね、やっぱファイターだから、まあ所属も違うし、そうそうそう、いいけど絡みもないしね、言ってけど、なんかもう2人並んでこうね、対海外っていう、そう、まあ、この前も言ったけど、俺がやっぱ俺らが気持ちとしてはこう、あのプライドのさ、うん、時代のさ、アイドルトーナメントじゃないけど、うん、日本人がこう、外人がバーッと勝ち上がってって、その頂点で戦うみたいな、日本人同士がね、うん、ああいう熱い展開にしたいわけよ。まあそうだね、せっかく出てきた日本人だしさ、ライバル、いいライバルっていう選手がライト級でね、いきなりそこで日本人同士でさ、数少ないライト級なんて日本人少ないからさ、海外って向かわないと。アゼルバイジャンでさ、武田選手が武蔵選手に負けたわけじゃん。だからもうなんか、もう本当今こそ立ち上がる時とだよ、本当に。前回もなんかそんなこと言ったけど、そうですよ、今やるべきところは来たんじゃないの。外国勢にちょっと立ち向かわないと、うん。カーライル、カーライルね、カーライル戦も見たいし、大原再戦も見たい。カーライル強いよね。俺もカーライルとずっとやりたかったんだけどね、うん、強いしさ、ベラトールの継続参戦選手ね、ランキングに入ってないか、うんうんうん、でもさ、あの AJ マッキーとあんなね、すごい試合したりとか、実力ある選手だからね、いい試合すんだよな。そう、サトシもさ、決められずに結構青山部分を作ったりしてさ、うん、あの意識はしてますよ、ずっと、うん。大原選手どうですか？いや、大原選手もそれはリベンジしたいですよ、うん、不甲斐ない負け方してしまってるんで、僕はあの時、うん、でもあの負けでいろいろ俺のターニングポイントだったんだけどね、いろいろ青木さんがずっとね、ちょっと前にずっと言ってましたけど、大原樹里選手の再戦はね、あ、全然あればやりたいですけどね。いや、なんか大原っていう名前がキンクなのかと思ってて、うん、じゃないですよ、そんなことないんだ、うん、なんか全然なんかやがってんなみたいな。いや、全然やがってないですよ。そうなんだ、うん。青木真也がワンから戻ってきたらライトは盛り上がりそうだ。青木さん、青木さんね、強いんだよな、強いんですよ。これはなんか、よちくんを前にして言うのもなんだけどさ、多分ここ10年以上か、ドリーム以来か、そう、青木真也がだってライト級のトップだからね、日本人の。 そうよ、それは揺るがないよね。今までちょっとね、違う惑星に行ってたから、うん、なんともね、
いろんな対戦が見れてないですけど、日本人同士はね、うん、だけど、まあ、まずはちょっと日本で見たいよね。そうね、見たい見たい、うん、誰が相手、うん、まあ、そういうのも抜きにして、ね、キム・ギョンピョ。あー、キム・ギョンピョね、うん、俺はキム・ギョンピョでやりたいよ。なんでかって、俺が出れなかったロードトゥ USC に出場してんだよ、うん、で準決で負けてんだけど、うん、まあ、いい選手じゃん、うん、でライジンでももう今2連勝か、2 KO、うん、1本 KO。 そうだね。で、俺一人ロードトゥ USC 的な位置づけとしては、やっぱロードトゥ USC 出てるあいつに勝ちたいっていう、うんうん、っていうのはあるよね。俺が出てたらどうなってたんだろうじゃないけど、そういう意味を込めてどんなもんなんのかって、すごい今一番やりたい選手かもな。なるほどね、うん、この人はね、キム・ギョンピョ3人名前出してる。あら、そんなダメですよ、1人ですよ。いや、でもこれ好きなんだよ、この人。な、誰ですか。アリ・アブドゥル・カリフ。かー、強いね。この2人はアゼルバイジャン大会で勝ちましたからね。アブドゥル・カリコフ強いよね、あれ。よくさ、カージーさん勝ったよね。カージーさん試合終わったって言ったよ。そう、だってなんか言ってましたもん、顎折れたと思ったって、うん、なんか膝蹴りかなんかで。カージーさん強いんだなって。俺、なんか手を合わせたことないっていうか、練習したことないから知らないんだけど、うん、すげえ、ちょっと今度練習してみたいな。あ、つくば？つくばまで行く？つくば行く？いや、遠いな。大晦日カードとなるとパトリックなんか盛り上がりそうです。パトリックって誰？ウサミ。まあ全然決まればやりますけど、ちょっとなんかまだ違くねっていうのありますかね。おうおうおう。打撃の選手ですよね。そう、ボクシングの、だって俺東京オリンピックの代表候補だったもんね。すごいよね。すごいよ。高校が、大阪の広告高校、うん、で、大学はね、農大かな、農大で、ルートとしては井岡一人さんと同じルート、うん、広告高校、東京の、まあボクシングエリートだよね、スーパーエリートだよ。そっか、へえ、そんな名前も上がってんだ。あと誰ですか。ジョニー・ケースだね。あー、ジョニー・ケースね、リベンジしたいですけどね。ジョニー・ケースはでもボクシングとか言ってるけど、ああ見えてレスリングしなくて、ね、うん、そうそう、うまいんだよね。北岡戦とかもさ、うん、こう北岡さんのこうかかとをすくってテイクダウンするみたいな、まさにレスラー的な、すごい細かい、うん、そういうのがジョニー・ケースね、うん、あのいい選手ですよね。そうだね、男前だし、うん、いや、リベンジしたいですよ、ね、はい、あ、面白い人がいました、はい、あの堀口さんのこう大会あるじゃない、うん、トップブライズ、うん、あそこにまあ出てくる元 UFC ランカーがいますね、うん、ああ、グレイソン・チバウ。あれは75キロ契約でしょ、うん、まあでもチバウと戦ってほしい。はあ、まあ40手前、うん、大丈夫。そうなの。いや、そうでしょうよ、あんな 100% でしょ。アメリカトップチームつながりでね、うん、出てくれるんでしょうね。当時これめっちゃすごい人強いですね。それはね、はい、違う惑星の話ですか、ね。ベイノワ。ああ、ベイノワ選手ね。今アメリカからもいるんですよね。そうそうそう。あれどこでやってるっつったっけ？AK じゃないですか。AK か。アメリカ飛行神学で。ベイノワはさ、伸びしろすごいあるよね。いや、あるでしょうね。うん、で極真だしさ。うん、体も強いでしょうし、体強いし、武田選手とやった時もさ、体の強さ、うん、結構ね、まじまじと。確かに確かに。いや、ベイノワ選手はやっぱあの怖い存在だなって思うね。ファイト級で見て、今またタメが効いてるしね、アメリカ行ってなんか、そうそう、たまに SNS で流れてくるけどさ、なんかすごい。でも試合は、試合はしばらくやってないよね。まあそうそうだ、今、うん、本当一から学んでるでしょうね。だから AK でどういう風になったのか、ね、あれエグいぜ。やっぱさ、極真出身の選手はやっぱ幻想も実力もあるからね。確かに。一昔前で言うとさ、ドリームで言うとアンドリュースの母だと。うん、アンドリュースの母、はい、強かったね。超強かったじゃん、うん、結構それまで極真の選手っていうとやっぱり立ち技に行っちゃう人ばっかりやったら、うん、K-1 に行く人ばっかりやったらさ、MMA であんだけ楽しかった、ね、なんかかっこよかったしね。そうベイノワ選手か。はあ、なるほどね。そういうカード見たいと思った。あとはやっぱまあムサエフ。ムサエフね、はい、
それはまあまあまあ時が来たら戦いたいですね。そうだね、いや時は来たんじゃねえか。来たんですかね。まあ一個ずつまだ先、先だけど、でも現実的に見るところだよね。いやだからそこら辺だよね。アブドゥル・カリコフ、キム・ギョンピョとか、あと何か堀江君だとか、ムサイもそうだし、そこら辺がなんか俺の気持ちも乗るし、なんか現実味がありそうだなっていうとこっすよね。あとは久米選手。ああ久米さんね、ライト級の日本人としたら、ね、久米選手の名前は当然上がる、ね、上がりますよね。いや強いよね。あの強い強い。一時期無双でしたよね。そうですよ。MMA ボクシング。うん。まあ素晴らしいよね。あの人一ラウンドだったら本当に強いです。一ラウンド本当に強いですね。ステップとさこの爆発力で。本当にすごい。だからアキラはよくパンクレスで勝ったよな。マジすごいですね。すごいすごい。あれもう我慢しだもんね。一ラウンドとか。っていうようなところでございます。なるほど。はい。あの参考にさせていただきます。はい。ね、ちょっと最近喋りばっかが多いですけど、また落ち着いたタイミングっていうかね、面白いコラボとか動画思いついたらそういうね楽しい企画もどんどんやってくるんで、ちょっと飽きずに。まあね、いかんせんやっぱりね、こう試合がね、なんつうの、発表できない情報はあるんですけど、そういうのを耳にするとなかなかね動きづらいというかね、そうそう、ちょっとその辺はご理解いただけるとありがたいかなと。はい、思います。じゃあこの動画のコメント欄にはコラボしてほしい YouTuber とかを、誰々とコラボ良そうですよとか、誰々が八千さんとコラボしたいって言ってましたよみたいな情報があったらぜひコメント欄に書いてください。あとはちょっとコラボじゃないこう独自の何かをね、えそういうのもこんなの見てみたいなんつって、全部してるものはあるんだけど、ちょっとなかなかね試すタイミングがなくてですね、赤字がかさんでいる。皆さん、やちくチャンネルどうぞよろしくお願いいたします。ほんまともに。はい。はい、ということで、今日はこんなところで。そう。お見せますかね。よし、お見せこで試合するぞ。はい。試合するぞ。よし。はい、ということで。はい。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。はい